匹残らず狩り尽くしてやろう。Thank you.
ぱりその小刀は。幼い私を拾って育てたのは祖林衆、掟を守り妖かしを狩り続けてきた。祖林の刀が光を取り戻す時、常闇を払い亡者を清めると聞く。この手に残されていた唾が輝く道筋をようやく示した。みんな成仏できたみたい。おーい、な、松永断じを久秀、信長様の道案内に参じよう。ついでに家康殿へも加勢を求める早馬を。柄にもない真似を。あれはお味方ですから。あれはしんがりが追いついたぞ。秀吉め、まれびとは歓迎するぞ。ここはわしの自慢の茶室、うつしおと隔たれた隔離おの間よ。お主もうすらとは気づいておるようだがな。
隔離世にも馴染み深いとは、さすがあやかし混じりよの。いや、気を悪くいたすな。わしは風変わりなものに目がなくてな。お主はなかなか面白い。今後に。さて、今の世はまさに戦国。お主は移し世によ、隔離世においても様々な者どもの想念が形を成し、やむことなく、それ、この平雲の中を覗くがよい。これは、隔離世における日の本よ。移し世との違いを見比べると、実に面白かろう。すでに滅びて久しい武家が、勢力を誇っておったりするからのう。感慨深いわい。どうじゃ、お主も一つこの隔離世の日の元での勢力争いにお主が関われば一層面白くなりそうな気がす。邪気を手に入れたようじゃな。信長めが家臣どもにむやみに広めおったゆえ、昨今猫も杓子も邪気を欲しておるの。茶の湯の何たるかも知らず、ただ道具自慢をせんがためとは、まったく少子千万じゃが、戦場で奮い立つも物欲あってこそ人の業よな。お主もその茶器を道具自慢に使うのじゃろう。ならばどれ、
わしが見定めて死んぜよ。まずまずじゃな。死に急がぬことだ。お前とも近い、なかなかに険しき道をのも。マムシがしつこさ、あの世から眺めておる。Yeah.
死に子などと、お前はつまらぬ飲酒を案じてくれたが、お主らを失うたのでは意味がないではないか。わしが必ず立派に育てよう。我が子らを守ってやってくれまいか。